えと50代以上の男は生きる意味がないといやないというか見つかってないと正しく言うとですねえそれから男性はそもそも戦争がなくてえ例えば家庭にお金を入れないとあま100%入れないとはっきりするとですねそういう男性は生きる意味がないとこう言いますとですね一斉に反撃が来るんですが生きる意味がないとは何事かとかですねまず一つですね。 生きる意味がないと言われるとがっくり来るとかですね。こういうようなのがだいたい中心なんですね。それはも非常によくわかるわけで、まあ、人間は生きる意味がないと生きることができないのかというまずそういう問いがありますね。えー、っと私は生きる意味がないと言った時に生きる意味がないから生きててもしょうがないと言ってた言ってるわけじゃなくて、えー、っとこれはあの科学的な言い方なんで 一般の方はすすぐ先回りをしてしてまうんですね一つ一つ言っても例えば私が「日露戦争はこういうふうに進んだんだ」とこう言いますとですねだから日本は正しいことをやったんだと言いたいのかとこういうふうに来るんですけどいやいやそんなこと言ってないんですとまああの私は科学をずっとやってきたことからですね人間というのは非常にこう人間というか私はと言った方がいいんですけど考えが一つ一つしかいかないんですよ。 飛ぶとです,、ね、必ず間違うんですね。ですから「ここまではいいですねここまではいいですね」っていう言い方なんですね最初からあの意図がないんですよ例えば私あの1年1ミリシーベルト被爆武田は原発をやっていいのかいいと思ってんのかいやそんなこと言ってないあやっちゃいけないって言ってんのか原発反対なのかってそんなこと言ってない被爆の規制が1年1ミリシーベルトだと言ってるだけなんです。 そうすると普通の人はそれが自分に具合が悪いとすぐその私のですね最終的な結論を批判するんですけど最終的な結論はまで言ってないんですね。つまり男の生きる意味がないっていうのは確かであの戦争がアルファベットなんですけどね戦争がない時もしくは生活が苦しいまあ極端に言えば女性の給料が男よりか多くてえその女性が男の助けなく 戦争もならないつまり殺されない生活も困らなければ男性は基本的には意味がないんです意味がないというのは生物的に意味がないんですねそれはもう長い生物学の歴史がそのままも示しているのでただそれを私の意見じゃないんですよそれをその科学的に言ってるだけなんですねそれでは1945年までつまり戦争があるまでもしくは日本が貧乏な時は 女性は子供を産んで育てて敵と戦いながらご飯を食べるってことができなかったんですよそれもできなかったんですねですからこれ役割分担とかそういう話じゃなくて女性は子供を産んで育てるので男性が戦って働いてたんですよこれは別に全然特殊な <laughs> 状態じゃなくてもともと両性生殖というのはそういうふうにできているので えー、男は常に戦う覚悟があるんですが女性はまあ決してまあ簡単には決して戦わないんですねそれで生活がものすごく楽だと男はどっかに行っちゃうんですよオスはですね生活が厳しいとオスが一緒に生活して、えー、妻子を守るっていうのがこれが標準形なんですよこれだ男性女性の差別でもないしこれからそうしようと僕は言ってんじゃないし 女性を家庭に閉じ込めようという意図があるわけじゃないんです。全然違うんですね。そういうのが現実だ。そうすると、1945年に戦争がなくなってですよ。そして50年、1950年から平和の時代が来た。まあ、その、しばらくは戦争の余波とかいろいろありますから、社会制度ってのは変わるのに、最低でも30年ぐらいかかりますからね。だから、1980年ぐらいからようやく、 まあ、いろんな女性のの問題っていうが社会的に進出すべきだとかですね運営、まあ、リブとかそういう活動が何で出てきたかっていうと戦争がなくなって世の中が豊かになったのでそこで、まあ、女性それからだんだん女性の権利の問題が出てきて、まあ、必然的なんですねこれは必然的に出てきてそして現在のように男女共同参画というところまで来たと。しかしか これは本当ですかっていう問いうこ,ことを僕は考えてるだけなんですねこのブログは決して結論を出すためというかむしろ私の悩みとか私の考えの進み方を世に問うてですねそしていろいろ反撃も受けたり賛成もやったりしてそれをテレビの出演に反映したり本格的なの参考にしたりさらに日本の子どもたちがより幸福な日本列島に 住むようにしたいという私の希望があるんですね。私の活動はもうそれが基本なんですよ、ね。得しよ得失とか損得とか利害なんか全然ないんで、えー、まあ、そういうことなんですね。それで私が言う意味がない人生というのはどういうのかって言うとですね。例えば子供を産んで子供を育て、命を自分の命を子供に引き継いで自分が死ぬっていうのはこれ明らかにも,もあの意味がありますよね。だって。 12億年前に良性生,生殖になってから初めて寿命というのができて子供それまでまあもちろん子供がいないから死んだら終わりなんですけどえ子供に命を引き継いで自分が死ぬとこういうシステムになったわけですから当然我々良性生,生殖の生物っていうのはですねえ子供を産んで育てて子供が大きくなったら自分が死にまた子供がまた子供を作ってずっと命を 繋いでいくとで普通はですね、まあ、よほど違う考えの人は別なんですが命は大切だっていうのが一応前提なんですよ。私もそういう前提なんですね。命は貴重で大切なものだだから命を続けていく必要がある。これはもう無条件にそうだという過程に沿って考えるとですよ。結婚し成長して結婚して子供を産んで育てて家庭を持ってそれで子供が立派になったら死んでいくというのが。 えー、最も我々の人生で大切なことだとしますねこれはあまり意義がないんじゃないかとそうすると、えー、世の中が豊かになり戦争がなくなってもしも女性が一人で子供を産んであのそのセックスは別ですよセックス以外例えばコンビニに精子が売ってたら私がコンビニに精子を売ったらって言ってるのはそれの問い,問いかけなんですよ私の問いかけ。もしもしコンビニに精子を売って 精子が売ってたら女性は一人で精子を買いに行って子供を産んで育てて給料は十分にもらえば生活が十分にできればですねそれで子供が大きくなったら自分が死ぬとそういうふうになるその時女の子だけ生まれればいいんですけど男の子生まれたらどうするかっていう問題があるんですがまあそういうことになるわけですよね。じゃあそれじゃいいのかっていうことで私がちょっと引っかかってるのは。 やっぱり男性っていうのも世の中の2分の1いるわけですから女性だだけけが報わわれていいといいととううじゃないだろうとそうすると男性の生きる意味っていうのがいるだろうとそれは生死を絞り取ってコンビニに売りに行けばそれで終わりなのかと一生する仕事は仕事やることはそれだけなのかと <laughs> いうことになるとですねちょっと寂しいわけですよ。それは僕の言ってる生きる意味のない状態なんですね。 じじゃゃあ行ける意味が本当にななないいいのかって言うとないわけじゃないんですよそれは自衛隊も必要だし消防士も警察官も必要だし電気工事も必要だしですねある昔文化系の人が「俺は数学なんかやったことがないだから数学なんかいらないよ」って言ってる乱暴な人がいましたがそれはその人が数学をやらなかっただけでその人飛行機乗ったり新幹線乗ったりテレビ見たりしてるわけですから全部数学が必要なんですね。 ですから、まあ、そういうレベルの低い話はちょっと別にしまして普通にごくごく普通に考えてですよ男性がいなければ今のところは困るんですよじゃあ男性の生きる意味は何かっていうと消防士と警察官と自衛隊と電気工事士とあとテレビ作ったり新幹線作ったりする製造マン、まあ、これは今のところまだ男性で女性はやりたくないと言ってるんですよ今のところ。分かりませんよこれからね。 だけど男女共同参画というものの女性は学問的な心理学とか文学とかそっちの方にいますし仕事は現場にほとんどいません私はあのいろんなところに講演に行きますが製造現場なんてやっぱり男三百女十0という感じですからねそれからスーパーに買い物に行くと女三百男十0という感じですから今のところははっきりとそれぞれの役割を果たしてるんですよじゃあその状態が正しいなら その中で男性の生きる意味というのを積極的に考えた方がですね今のようにごまかしごまかしやってるよりかは私は男性の人の生きるるる価値がが出出ててくくし元気が出てくると思うんですよそれは決して女性も悪くないと思うんですね。女性のが幸福になることだけ考え男性はほっぽっていいよっていうわけではないっていうのが僕の考えなんですよ。 戦争ががが終わったた後、男性が何ののめに生きるのかっていう議論が不十分だというののが私の見解なんですね。ですからもっと男性は何のために生きてるのか何が生きがいなのかということを十分に議論して考えて戦争のない時代の男性を考えることが女性の幸福にも私は絶対に役に立つというまあ信念今のところ考えというか信念があるわけです。